本をお読みしてたらいつの間にか気持ちよさそうに眠られてます。本当に寝ちゃってるみたいですけど。ひゅーん、そうではないみたいですよ。自分も持っている本だから読んでほしいと言われたので。所長、ここにいたんでちゅか。それがでちゅね、本社へ直接連絡を取ったのでちゅが、飯島は外出中で今日は帰らないと言われました。電力の関係上、衛星通信は1日1回しか使用できないので、明日も連絡を試みてみまちゅ。ご苦労様でちゅ。みことちゃんでちゅか。所長が出て行った後もずっと眠ってたみたいで、冬葉ちゃんが抱っこして部屋まで連れて行きました。かわいいでちゅね。アリスということで注意はしていまちゅ。無邪気な笑顔なのでちゅが、どこか不安な感じが残るんでちゅ。わかりました。味方ちゃん、捕まえ
もんで、ちょうどでも空いてたからちょこっとね。ねえねえ、次は何にする？私はちょうど手が空いてることだし、今晩の夕食は頑張っちゃうからさね。了解。じゃあミカトちゃん、かくれんぼしよっか。するする。ミコトちゃん来た？ああ、ミコトちゃん見っけ！見つかっちゃった。じゃあ次はこの部屋はなしね。旦那の邪魔しちゃうからね。うん、それじゃあ旦那、失礼します。ミコトちゃんの様子を見ていたんでちゅ。カズサちゃんが食事の用意をするために冬葉ちゃんにバトンタッチしたみたいでちゅ。今は冬葉ちゃんの朗読に夢中になってまちゅ。あの子は本当に何かを企んでいるのでしょうか。そうでちゅよね。
ら、高弘さん、霧島さん、どうしたんですか？美琴さんですか？またお眠りになってしまったので、お布団の用意をしようと思いまして。はい、気持ちよさそうに。そうですね、これと言ってないですよ。はい、私の絵本を読んであげると楽しそうに聞いてくれますし、本の整理とかも一生懸命手伝ってくれますよ。もうよろしいですか？美琴さんが風邪をひいてしまうといけないので。いえ、では失礼します。寝てまちゅ。起きそうな様子はないでちゅね。あ、よだれをすすった。そうみたいでちゅ。さあ、わかりました。そうでちね。お仕事が終わったら来るように言っておきましたから。お呼びですか？はい、仲良くさせてもらってます。美琴さんはずっと眠っていらっしゃいますよ。そうですね、確かに子供みたいですけど、美琴さんのそばにいるとこちらまで楽しくなってしまうような、少々わがままなところもありますが、あの屈託のない輝かしいばかりの笑顔、まるで無邪気な天使と接しているみたいです。純粋なんですね。でもちょっと心配です。純粋すぎる気もするんです。自分も他人も信じて疑わないような純粋な心ではこれからやっていけるのか。はい、美琴さんの心のよどみみたいなものは感じるんです。でもそれは美琴さん自身からではなく、美琴さんの近く、ものすごく近くから感じるんです。でも美琴さんからじゃないんです。私は心を感じるというか、心の痛みを共有してしまうんです。人は必ず痛みを抱えていました。
けど、ミコトさんからは痛みを全く感じないんです。そんな人は初めてです。はい、おそらく。でもそういう方は人の痛みもわからないので、知らず知らず人を傷つけることがあるらしいのですが、ミコトさんはそうでもないんです。近くには感じるんですが、何か押さえつけられてるような、よくわからないのですが。あ、はい、失礼いたしました。ミコトちゃん自身に脅威はないということでちゅかね。はい。Thank you.